はい、えー、ホワイトベース、館内放送でございます。えっと、まずですね、えー、お礼を言わせてください。あの、以前、ツイッターだったかなと思うんですけども、僕、アナゴが大好きで、その、アナゴのですね、美味しい店を教えてくれ、あの、うちのね、関東、まあ、東京近辺で教えてくれっていうですね、あの、募集を行ったかと思うんですけども、あの、非常にありがたいことに、たくさんの情報をいただいてですね、 あれから僕ちょいちょい実を言うと食べに行ってたんですよ。で、ようやく先日、正月明けの先日ですね、えー、教えていただいたお店全部行き切りまして、まあ、いずれもですね、まあ、美味しいのね。すっごい美味しいの。もう、たまんない。うん。で、行ったら行ったで、そこの地域に他にもたくさん穴子屋さんがあって、 あまあ、穴子屋さんっていうか、まあ、穴子を扱っているお店が、内房ですけど、あったりして、すごくね、あの、行ってよかったなっていう体験ができまして、で、あの、それ自体はですね、ちょっと動画は撮って、まあ写、写真は撮ったんですけど、動画は撮ってないんですけど、またあの、ツーリングルートで、えー、行く際にですね、どこか立ち寄れたらいいなと思ってますけど、もう、美味しくてね、 大満足です。いや、本当ね、僕の視聴者さんの、視聴者さんの情報ってね、すげえなーって思った。ありがたいです。まあ、あの、まだね、その穴子以外のお店だとちょっと行けてないところもあるんですけども、 僕、遠出するときの楽しみになってますね。あ実は、いただいたお店をですね、自分のその携帯のメモにあのリストを作っておいて、で、順番にですね、あの、機会がですね、えー、巡ってくればこう行くっていうような感じをやってます。あ電話かかってきた。大丈夫かなあ、大丈夫みたい。はい。あの、スタッフ対応してくれました。で、今、 1>, 1月じゃないですか。1月2月ってもう結構寒かったり凍ったり雪降ったりで、えー、関東、東京近辺でもですね、なかなかちょっとバイクで遠くに行くっていうのはためらわれられなんですけども、それでもやっぱりバイクに乗りたいなーって僕は思うんですよ。で、まあ、あったかい方面。 まあ、房総半島結構暖かいから行けるかなっていうのもあるんですけど、えー、まあ、ここにね、えー、僕がよく読んでるツーリング雑誌があるんですが、まあ、ちょっと読んでみると、あんまりちょっと関東のこと今回載ってなかったかな。あまあ、載ってますけど、春になったら走ろうねーなところの方がちょっと多かったかな。まあ、それはしょうがないよね。それはしょうがない。 ただ、あの、佐賀の方とかね、結構乗ってて、すげえいいなーって思ったんですけど、まあ、あの、それは置いといてたんですが、ここでもう一つですね、えー、僕、今年2021年やりたいことがあの、ツーリング動画を撮ることなんですよ。で、これもね、なんか元ブログ、元ブログみたいにはしたくないわけね。あの、わー,ーわー、わーみたいな、なんかね、そういうノリはね、ちょっとおじさん難しいんですよ。はい。 あ、ちなみにあの、寝癖は治ってきたかなと思ったら余計ひどいことになってます。はい。はい。そう、おじさんね、厳しいんですよ。なんかこう、若い、キャッキャウフフピッピーなの、リっていたね。だから、前々からなんだけど、絶景を求めたいの。 あの先日の,あの国道最高峰地点の絶景はねすごく僕あの映像は自分で作っててよかったしまたねああいう映像が撮れればすごくいいなと思うんだけどあのポイントっていうのは都心からでもなんとかこう日帰りで行ってこれる距離なんですよただあの一応いろんなところ回りたかったっていうのもあってあと内藤さんと飲みたかったっていうのもあってあの時は泊まりにしたんですけどもできればやっぱ日帰りで 僕のこの今、武蔵村山もしくは東京都から日帰りで行ってこれる範囲で、あ景色がすごくいいところで、えー、なおかつ、なんかちょっとね、美味しいものが食べられてっていうのをですね、えー、行きたい。で、あのー、多分半径150から200キロ圏内ぐらいがまあ、あギリギリかなっていうところだと思うんですけど、あのー、皆さんやっぱね、あの、すごいよくご存知な方がすごいたくさんいらっしゃるんで、 おい、なんか美味しい店美味しい店と、あと絶景の景色。うん、ここいいよ。え、あんまりその、教えたくないっていう人はいるかもしれないですけど、まあそういう人はね、あの、静かに自分の心の引き出しに入れておいていただければと思うんですけども、教えてもいいよっていう方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください。僕、そこに行ってですね、えー、映像が撮りたい。はい。 すごく映像が撮りたい。あの、代わりに、お、お家から動けない人たちの代わりに、えー、っていうのは別に不幸な意味じゃなくてね、やんなきゃいけないこといっぱいあってとかね、会社行かなきゃいけない。とか天気がいい日にね、仕事しなきゃいけない。休みになったら雨になっちゃったとか多いじゃないですかね。ああ、今日休みだなー、どっか行きてーな、と思ったらズーっとかね、雪降ってたりとかね、あるじゃないですか。あ,あの、天気のいい平日にね、あの、休める人の方がめったにいないんですよ。だからそういった、ああ、そう、恵まれない方たちのために、僕がね、代わりに走って、 撮影をしてこようじゃないかっていう大義名分です。はい。あの、正直言うと僕が行きたいだけなんだ。はい。なんか、そ、でも大義名分がつくと、なんか、なんていうのかな、ちょっとね、や、ね、や、やる気になるっていうか、まじ、あ、ね、あのな、なんていうの、えー、言い訳になるっていうか、なんかね、はい。うん、そうなんだ。うん。ってなわけで、えー、まあ、東京から、あ、 そのね、えー、周辺の県ですね。えー、もし、えー、おすすめの景色、おすすめの絶景、えー、それからおすすめのご飯。ご飯でもあの、あんまお、お米はちょっと、 ねあの、あんまりな、なんですよ。あの、炭水化物はちょっとと、あんまり取れないで、きればまあ、そばとかがいいんですけど、まあ、どん、どんものとかでもね、どんものでご飯少なめっていうと何食ってるかわかんなくなっちゃうからね。だから、難しいとは思うんですけども、あの、それでも、その時はあ、ある程度食べます。はい。いや、本当はね、ご飯大好きなんですけど、米大好きなんですけど、あのー、やっぱ、 ね、40代になるとね、いろいろあ,あるじゃんみんな、あるじゃんね、あの、抑えないとこんなになっちゃったりとか、ね、なんか臨月っぽくなっちゃったりだとか、ね、なんかこう、あ,あるじゃん。ね、僕ね、あの、美味しいご飯、もう糖度の高い美味しいご飯を茶碗いっぱい以上食べるとね、全速出ちゃうんですよ。実を言うと。っていう,うな、まな、あ、前も言ったかもしれないけどね。 あの、糖質がばってるとね、全速出るようになっちゃってて。で、もともと若干アレルギーもあったんですけど、あの、ここへ来てね、えー、自分の体絞るためのそういうことをやってるとね、な,なかなか好きなもの好きなだけ食えない。だとしても、ね、ごく少ししか食べられなく、ないとしても、やっぱりね、美味しいものを食べるために走る。絶景見てから美味しいものを食べて帰るってい、ね、いいと思う。うん。その日、スイーツ、その日、寿司食べるためだったら、その前、一週間。 はい。コンディション調整のために好きなものは我慢しよう。まあ、もともと我慢してるけども、え、いろいろコンディション作りをしようと。ね。で、そういう意識って大事だと思うんですよ。僕、同世代人たちみんなね。大事だよ。大事だよ。本当に。あの、節制するなら普段だから。ね。贅沢するなら特別な時。今日も特別。毎日特別。これ NG です。今日は特別。NG です。特別っていうのは、ね。 あのー、例えばね、何日かも我慢して、やっといけたツーリングの天気が良かった時とか、ね、例えば家族の誕生日とか、あのー、そういうのが特別っていうことなんで、今日は特別って言って新発売食べちゃうのは、それは特別じゃないんです。はい。その特別な日を味わうためにね、ね、6日間お酒を我慢するとか、 ね。6日間、あの、晩飯はサラダだけにするとか、あの、そういうことをやってって初めて特別が訪れる。ね。体を動かしたりとかね。筋トレしたりとか。もうね、そういうことをしていかないと、50になった時に、ものすごく差が出る年なんですよ、僕たちは。ね。もう30代の人たち、俺たちは違うって思っちゃダメだよ。早いやつはもう十、三31からデブになるからね。 31から成人病だからね。もう35になったら、同世代の友達が片っ端からみんな年上に見えてくるんですよ。ね。ああ、みんなおっさんくせえな、年上に見えてくるなと思って鏡を見たら見知らぬおっさんが同じような人が立ってるんです、そこに。わかりますこれが40代になったらさらに加速して、50代になったら何があるかっていうとね、お友達がおじいちゃんになってるんですよ。あんだよ、こいつら、もう全員もうおじいちゃんじゃねえかよ、ってね。 思ってそ、そこで一緒にみんなで写真撮って、撮った写真をね例えばね、嫁さんとか娘さんとかにこうご見せてください。この中で一番若いの誰って言っ,って、もちろんね、自分のことを答えてくれると思ったら、大間違いだから、いや、全然みんな同じように見えるけどって言われちゃうんですよ。ね そういう年になってきてるんで、特別な日を作るために普段我慢しよう。その特別な日を味わい、特別な気持ちで終わらせるために、僕は情報収集をして映像を届けて、皆さんに、あの、ここいいよっていうのを伝えたい。で、そこ行かなくてもそういうことをする。 手段、方法、プロセス、そのものを楽しんでほしいかなっていうふうに思います。僕、体一つしかないんで、行けるコース一つしかないし、晩飯、昼飯も一回ずつしか食べられないです。もちろん、その他にもたくさんいろんな情報あると思うので、それ以外のところっていうのを皆さんが行ってみるっていうのもすごくいいと思う。うん。だからね、えー、今年やりたいのは、あの、元ブロゲじゃないけども、あの、絶景を求める、東京墓地、大人の墓地ツーリングをですね、もっとやっていきたい。 去年もね、あの割とできた方だと思うんですけども、今年はね、やっぱ月1ぐらいでは行きたいな。うん。そう思います。ええー、その、それもね、あ今日天気いいから行こうみたいな感じがいい。うん。あ,あ明日明日明後あし3日間、もう連続で晴れだから、あ行こうっていう感じがいい。うん。で、えー、いきなりなの内蔵さんとか出まして、あ明日行こうよ、明後日行こうよ、行こうよっていうね、そういうので困らせてみたい。はい。もうね、そういう、 のねあのーまあ、僕ね、今40でまだ若いと思ってるけど、多分もう、あのー、無理できるのは、もうこの向こう10年ぐらいかなと思います。はい。と言いつつ、内藤さん、50、56、でしたっけえぐらいだから、あの実際50になってみたら全然余裕だと思うんですけども、最近ね、食、ま、も、あ、して髪は増えたんだけど、ここ、ここ、 関口博士みたいに、白髪がね、主張してきたの、ピューって。こう、鏡見てて、あの、ここ、めっちゃこう白髪ピョンピョンピョンって出てきたのを見つけたときに、うわー何これかっこいいって思っちゃって、俺。あの、アニメオタクだからね。なんかね、ちょっと僕のキャラ設定が、だんだんその、なんか見せ場で死ぬパイロットみたいなね。 うん、あのーな、なんていうかね、立ち止まるんじゃねえじゃねえじゃないけども、まあ、その、そんな感じになってきたからって、すげえ頭だな、いう感じで、あの、うわ、老、ま、眼、あの時もかっこいいと思ったんですけども、あの、白が出てきて、うわ、なんかかっこいいってちょっとで、ね、自分思っちゃって、あのー、そういうキャラ設定 定の中で、えー、まあ、キャラセって言ったキャラなんだけど、まあ、YouTube のねバイク業界ねそういうキャラの中で、えー、自分の役割は何かね自分がどういうところにいたら本当に自分が楽しんで仕事をして映像を作れるのかっていうのを考えたらこの結論になりましたというわけでみんな情報待ってるよ本当に本当教えてください、えー、よろしくお願いしますやっぱね若い人たちがねすげえなんか痛いこととか寒いこととか苦しいこととかで冷たいこととかして頑張ってる中でねまそういうの、ね、若い人がやればいいの 俺が同じことやってもいいけど、俺が同じことやっても受けないんだよ。心配されて終わりなの。通じも伸びないし、使って予算分回収できずに終わっていくわけ。それ痛いじゃん、それ。ただ、ね。ただ痛い。お互いに痛い。すべてが痛い。財布も痛い。肩腹痛い。いろいろ痛いんで、あの、ここはやっぱり40代男性バイク系 YouTuber がやって、こう、しっくり収まるっていうコンテンツ。まずそれには僕は楽しむことが大事なんだけども、そういうのをね、こう、ちゃんと となんかこう自分を客観的に見れる年頃なんで、やっとね、えー、作っていけたらなって、えー、本当に今年は強く思って、えー、おります。だね、本当ね、若い YouTuber の子ね、どんどん出てくるから、あのー、別に僕張り合ってないし、僕の数字どんどん追い越してもらいたいし、もう抜いてる人もいるわけですよ。ね。それはそれでいいと思うのね。で、で全然いいと思うの。あのー、ただそれに張り合って、若者と、そういう人たちの真似をしてね、 若者と同じことを僕がやって、俺の方が面白いんだってや、やるとしたら、それすごく惨めでか、かわいそうな人になっちゃうじゃないですか。ね。あの、本当ね、それって、なんか、テレビとか見てても完全になんか、あの、痛いんだよね。そう、テレビ見ないけど、テレビ見なくなったね。もう、テレビなくても何にもふ、ふる、苦労不便しないもん。もう、ね。テレビ見なくなったな。えあ、テレビの話じゃねえや。そう、それで <laughs>。 そういうのはあってねまあ、よく言うけどまあやっぱ変にそのあのなんていうかね数字気にしないっていうのも数字は気にするけどなんか数字をと る人にに張り合わずに、まあ、数字もある程度気にしつつ伸ばしていくには成長自分を成長するにはどうしたらいいかなっていうと、まあ、やっぱりね、あのー、主観的客観的にも納得できる内容で最大限自分が楽しめることをやっていくっていうのがあ一番いいんじゃないのかなと思いましただってさ共感してくれる人が少ないと、あのーね、ネタにならないもんもう。 ね。だって、共感して欲しくてやってるわけじゃないよ。共感して欲しくてやってるわけじゃないし、共感して欲しいからって自分がやりたいことをす、やりたくないことをするわけじゃないけども、やっぱりその映像やってる以上、共感してくれる人がいて、見てくれる人がいて、初めて成り立つものだから、この岸辺露伴が金や名誉のために漫画を描いてると思っているのか僕は見てもらうために描いているんだ。 岸辺露伴の声の人っていろんなところで声やってますけど、すごくいい人ですよね。だが断る。うん。まあいいや。というわけです。はい。えー、話長くなりましたけど、僕ね、すぐ長くなっちゃうんだよね。すぐ長くなっちゃうんだよね。はい。ごめんなさい。えー、みんなあの、自分の知ってる絶景ですね。関東。 東京からなんとか日帰りできるルートで、絶景なところ、まあ、景色がいいところと、あとあの、あれですね、あの、なんか美味しいものあったら、ぜひコメント欄、もしくは、メール。 で、えー、紹介してください、えー。僕ね、結構暇見つけてそういうとこちょいちょい行ってます。はい。で、あの、さっきね、僕食べ物の,の糖質がどうのって言ったんですけども、まあそこ一回忘れていただいて、別にあの、大盛り丼でもいいし、ものすごいスイーツ、めっちゃ大盛りスイーツでもいいし、えー、言ってください。で、えー、食べに行くときにですね、大盛り食いきれないなと思ったら、あの少なめでってちゃんと言ってもらいますし、あの、もうこれ食べきれないと思ったら持ち帰りできないか、ちょっと聞いて。 聞いてみて、持ち帰ってちびちび食いますんで、そういう工夫っていうのはできる世の中だと思ってますので、はい。えー、よろしくお願いいたします。はい。というわけで、えー、今日もご視聴ありがとうございました。